はい、こんにちは、トリーです。今日私ですね、ウブドのずっと北の方に来ているんですけど、今日はね、ちょっとこちらのワルンでランチを食べようと思ってきました。で、今回お邪魔したワルンがこちらになります。はい、アベドゥワルンっていうワルンです。すごいこじんまりとして可愛いワルンです。で、これどこにあるかと言いますとね、ウブドのジャランティルタタワールっていう道をずっと北に上がってきたところです。はい、かなり北なんですけど、最近ねこちらにも外人さんがかなり滞在してまして、結構こっちも賑やかなエリアになっていてます。でこのお店なんですけど、なんかねヘルシーフードということで、オーガニックとか、あとはベジ系の食事が結構有名だそうです。ということでね、ちょっと可愛らしいワルン早速行ってみようと思います。スペシャルってね、あ、モーニングメニューですね。アボカドサラダとかそうだな。スラマシアン。どうしようかな。どこにしようかな。ボレディさん。Yes. Yeah. はい。こんな感じの。可愛らしいワルンですね。はい、メニューはこんな感じですね。フレッシュフルーツジュース、あとスムージー、はい、あ、ココナッツジュースもあります。で、こちらね普通のピュアジュースってことでね、あ、ジャムもあるね。なるほど、ジャム系がいろいろありますね。なんか体に良さそうですね。はい、あとはバリコピとか、紅茶ですね。で、こちらお食事になります。アペタイザー、スープ、フレッシュサラダ、サラダ美味しそうだな。はい、こちらメインで、完全に主に、ベジ専門ってわけじゃないようですね。はい、バリニーズカレーいいかもしれない。はい、他にもこちらベジの関係ですね。ガドガドとかサテテンペ、ペペスパフ、はい、はい、こんな感じなんでね、今日はちょっとこの中でちょっとヘルシー系のやつを選んでみようかと思います。今日のね飲み物、いつも通りエステなんですけど、こちらなんとこちらガムシロじゃなくてね、蜂蜜なんですよ。なかなかやっぱ健康にヘルシーに気遣った、ところですね。初めてですよ、エステのこの裏砂糖が蜂蜜ってところね、ちょっと驚きました。はい、まずねスープを頼みました。こちらねスピナッチスープって言われて、スピナッチなんだろうと思いましてね、とりあえず頼んだんですけど、ほうれん草のスープということです。はい、ちょっとね健康に気を使うお年頃なんでね、こういうのちょっと今日はいただこうと思います。はい、ということでね、メインディッシュが来ました。こちらねタフペペス、お豆腐ですね。お豆腐バナナで包んで蒸したものです。で、こちらねよくバリの料理に見られますサユールウラウ、お野菜とあとココナッツ、これを混ぜてあえたものですね。それとご飯です。こういうかなり健康的なお食事です。こちらいただきます。いただきます。あ、なるほど、ほうれん草、なんかほらほうれん草ってちょっと苦いとかちょっと臭いっていうようなイメージあるんですけど、これそんなことないですね。ここでねちょっとこちらお塩のから、あとねペッパーありますんで、こちらもちょっと混ぜてみます。
いい味ですね。見た目青汁っぽいんですけど、全然苦味とかね、えぐみもなくて非常にいいお味です。まずお豆腐のペペス、すごいね。お豆腐ふわふわでね、口の中でふわっと溶けていくような感じがします。でね、何かね、お豆腐に混ぜてあるんですけど、ね、ちょっと何かわからないですけど、野菜混ぜてあるのかな。ちょっとその味も、なんか塩味っぽい味がしてね、お豆腐だけじゃない、すごい美味しいですね。ウラオ、これもすごい歯ごたえがあって、わ、甘みを感じますね。これは美味しい。すごい優しい味。インドネシア料理ってやっぱ味きついじゃないですか。で、そういうのをやっぱ日本人何回か食べてるとやっぱ胃がすごい疲れちゃうんですよ。その時にね、これすごい最高ですね。胃にすごく優しいです。はい、ということでね、今日はこちらのアベドルワルンでご飯いただいてきました。お値段の方ですけど、最初の、ほうれん草のスープ、こちらが2万6000ルピア、それからペペスタフの、ナッシャンプルですね、こちらが3万ルピア、それからエステアイスティーが1万1000ルピアで、トータル6万7000ルピア、税サービスはついておりません。結構安いですよね。でね、やっぱお味がね、すごい優しくっていい感じでした。本当に見ましたら、なんか5分か今日だけちょっと分かんないですよね、その若い2人と、あとはちょっとイブが、やられてるようでね、本当に料理に人柄がにじみ出てるような、本当に優しくて美味しいお食事でした。で、やっぱバリウブドの食事っていうとね、やっぱすごい辛かったりお肉が多かったりしてね、ちょっと胃が辛いなっていう時はぜひこちら来てね、こういうベジタリアン料理とか食べたら胃の中もスッとすると思います。大変おすすめのワルンです。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かった、役に立ったよということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Facebook、SNS で最新情報もアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。